未来を予見する人、そしてその中でも最も有名な預言者ノストラダムス。彼の数奇な運命、また彼がどのようにして未来を予見したのか、そして彼の人生に関わる謎の組織シオン修道会とは一体何なのでしょうか。こんにちは、藤吉田です。今回はそんな謎多きノストラダムスの人生について解説していきます。ぜひ最後までご視聴お願いします。もちろん当チャンネルでの見解ですので、一説のエンターテイメントとしてお楽しみください。それでは行ってみましょう。預言者ノストラダムス、その生涯と業績。フランス出身の著名な預言者ミカエル・ノストラダムス、本名ミシェル・ド・ノートルダムは1503年にサン・レミ・ド・プロヴァンスという場所で生まれました。ノストラダムス家はユダヤ教の家系でしたが、彼の祖父ピエールがカトリックに改宗しました。ノストラダムス自身も熱心なカトリック信者でした。彼は学問が好きで、13歳でアビニヨン大学に入学し、その後流浪の旅を経てモンペリエ大学で医学を学びました。26歳で医学博士の資格を得たノストラダムスは、その能力を生かして各地で医者として働きました。特にペストの治療に力を注ぎ、多くの人々を助けました。しかし彼の30歳の時には妻と子供たちがペストで亡くなってしまいます。これがきっかけで彼は10年以上も放浪の生活を送ることになりました。1547年、彼は故郷の近くのサロン・ド・プロヴァンスに戻り再婚しました。それからは医師として地元で暮らし、医業と並行して暦の出版も手掛けるようになりました。ノストラダムスが出版した暦は、祭日や天体現象、社会現象の予言を収めたもので、地元で評判となり、彼の名前は徐々に広まっていきました。また彼は実用書も書き、人々から好評を得ていました。1555年5月リヨンでノストラダムスの予言集が出版され、大きな注目を集めました。その中には彼が百詩編と呼ぶ抽象的な4行詩が含まれ、それらがその後の世紀を予見するものとして注目を浴びました。これがノストラダムスの名を広く世に知らしめるきっかけとなり、彼はフランス王妃カトリーヌ・ド・メディシスにまで認知されました。王妃は彼の予言詩に深く感動し、1564年に彼を宮廷医師に任命しました。しかし王妃が求めたのは医師としての診断ではなく、予言者占星学者としての助言でした。その理由は、王妃の夫フランス王アンリ2世が事故で亡くなり、その事故がノストラダムスの百詩編に予言されていたからです。しかし彼が宮廷医師に任命されてから2年後の1566年、ノストラダムスは病気で亡くなりました。ノストラダムスと神秘的なシオン修道会。ノストラダムスはみんなが知る預言者という役割だけではなく、シオン修道会という謎に満ちた団体と深く関わっていたと言われています。このシオン修道会とは、テンプル騎士団が消滅した後も存在し続けた団体内部の秘密結社の一部で、ニコラ・フラメルやレオナルド・ダ・ヴィンチ、アイザック・ニュートンなど非常に著名な人物が歴代のリーダーを務めていました。ノストラダムスもこの組織のリーダーの一人だったとも言われています。1099年、第1回十字軍の指導者であったゴドフロワ・ド・ブイヨンがエルサレムを奪回し、
ここにエルサレム王国を立ち上げました。ブイヨンはシオンの山に僧院を設立し、シオン集団を創立したのです。このシオン集団の講演により、1118年にテンプル騎士団が設立されました。騎士団はエルサレムの神殿の丘に本部を設け、地下のソロモン神殿跡を掘り返して古代の知識を探し求めました。一方、シオン集団は1188年にテンプル騎士団の内部結社、シオン修道会として再編成されました。テンプル騎士団は1307年に解体されましたが、シオン修道会はそれよりも前に、騎士団が巨大な富と権力を得て傲慢な振る舞いを始めたのを見て離脱していました。一部の説によれば、シオン修道会の目指すものはフランク王国の最初の王朝であるメロヴィング朝の子孫をフランスの王位につけることで、このメロヴィング朝はイエス・キリストの血筋を引く神聖な王朝だとも言われています。ノストラダムスの驚異的予知能力。ノストラダムスの予知能力は、生まれつきの特異な才能や幼少期からの徹底したカバラ教育によるものだとされています。しかし、これだけではなく、古代の知識を守る秘密結社での修行も彼の能力を育てる重要な役割を果たしたと考えられています。では、未来を予知するとは一体どういうことなのでしょうか。理論物理学者デイビッド・ボームが提唱した暗在形という概念が、予知能力の理解に役立つかもしれないと言います。この暗在形の中では、時間、空間、そして意識は完全に統合されています。つまり、人間の精神の中にある意識と物理的な現象、つまり時空が一体化しているという考え方です。そして、この暗在形こそが真の実体で、私たちが認識する宇宙は、その暗在形の情報が顕在化したものに過ぎません。人間は特定の精神的な操作を通じて、変性意識状態と呼ばれる状態になることができます。この状態では、自分自身と認識の対象が完全に一体化し、暗在形を直接体験することが可能だといいます。この状態を思考体験とも呼びます。この思考体験では、意識は時空を超え、宇宙の始まりから終わりまでの広大な時間を一瞬で体験するといった、通常では理解できない体験が得られるとされています。ノストラダムスはこの状態に達する方法を理解していたと推測されます。なぜなら、古代からこのような体験をする者は少なくないからです。ただし、多くの場合、その体験は言語を超越するものであり、具体的な言葉で表現することは難しいとされています。しかし、ノストラダムスは一歩を踏み出し、変性意識状態で見たものを予言師という形で具体化させる特異な能力を持っていたといいます。さらに、彼は占星術を駆使して、その予言が発生する年代まで特定するという並外れた技術を持っていたというのです。ノストラダムスの予言師の読み解きの手引き。ノストラダムスの予言は、未来の年表のように、特定の時点で特定の出来事が起こることまでを予測できる形では書かれていません。そのような直接的な表現は避けられており、何かが起きた後で初めてこの詩はその出来事を指していたということが理解できるような形になっています。その予言の驚くほどの正確さには、確認した時に我々は驚かされます。ノストラダムス自身がフランス国王アンリ2世への書簡でこれを明言しています。時間が経つと、あらゆる地域でここに記された通りの出来事がそのまま起こることになります。私の予言は、天体の動きや
祖先から伝えられた感情を組み合わせて計算しています。これはあらゆる人々に当てはまるものですが、これらの隠された事象は謎めいた言葉で表現せざるを得ません。あなたにはそのことを理解していただきたいです。どれだけ意味を持つかは一つだけでも、必ず曖昧な解釈が混じってしまいます。ノストラダムスの預言師が曖昧で解釈が複数に分かれるのは、預言の内容が実際に起こるまで誰にも分からないように意図的に曖昧にされているからです。私の4行詞のほとんどは解釈が難しく、解釈の方法を見つけるのは困難ですと彼自身が言っているのです。いかがでしたでしょうか。彼の預言詞が何を意味するのかは、事件が実際に起こるまでわからないという事実は彼の預言詞の魅力の一部です。それは私たちにとって未来に対する新たな視点と解釈を提供してくれるのです。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。